フィリップ・ダグラス・ジャクソンは、アメリカ合衆国のバスケットボール指導者、元選手、モンタナ州、ディアロージ出身。選手時代には、NBA のニューヨーク・ニックスなどでプレーした。1980年代以末より、同リーグのシカゴブルズ監督に就任し、2度の3、連覇で6度の優勝を果たした後、1999年より、ロサンゼルス・レイカーズ監督となり、 再び3連覇を成し遂げた。監督として11度の優勝はリーグ最多であり70.7%の通算勝率はリーグ歴代最高。全同士を意味する全マスターというあだ名がある。ペンテコステ派の牧師を務める厳格な両親のもとに生まれ少年期をモンタナ州で過ごした。後にノースダコダ州に移り高校を卒業すると ノースダコタ大学に進学した。大学時代のジャクソンはビルフィッチ監督の下でバスケットボールをプレーし、4年間で平均19.9得点、12.9リバウンドと活躍した。ジャクソンは身長203センチで非常に長い腕を持っており、プロのスカウトが訪れた時には車の後部座席に座ったまま全部の両側のドアを同時に開ける芸を披露した。 大学卒業後、ジャクソンはニューヨーク・ニックスに二巡目全体17位で指名された。同じ頃、レッド・ホルツマンがニックスの監督に就任し、チームはウィリス・リードやウォルト・フレイジャー、ビル・ブラッドリーら歴史に残る名選手を擁していた。ジャクソンの役割は控えのパワーフォワードとしてベンチから貢献することだった。デーブ・ディバッシャーらの加入でニックスはさらに力をつけ、 1970年にはリーグを制覇するが、このシーズンのジャクソンは背中の怪我のため全試合欠場していた。続く2シーズンは優勝を逃したが、1972から73シーズンにニックスは再びリーグを制し、ジャクソンにとって初めての優勝経験となった。翌シーズン以降にはチームの主力が引退などでチームを離れ始め、ジャクソンは 先発を務めるようになった。しかし次第に出場時間や試合数は減少していき、1978年にニュージャージーネッツにトレードされた。ジャクソンはネッツでアシスタントコーチ県人の選手として1980年までプレーした。選手時代のジャクソンはオフェンス能力に難があったもの、長い腕を活かした頭脳的なディフェンスで貢献し、 呂を惜しまない選手として知られていた。13年間の選手生活で出場した807試合で、平均出場時間は17分、平均得点6.7でリバウンドは4.3だった。チームの調和を重んじるホルツマン監督の指導方針はジャクソンに影響を与え、後に自らがチームを指揮する際にも踏襲することになった。若い頃のジャクソンは、 当時の風習を反映し、挑発で髭を生やした、ヒッピー風の風貌をしていた。1980年に選手を引退した後も、ニュージャージーネッツに残り、1年間アシスタントコーチを務めた。翌年は、ネッツの試合放送で解説の仕事をし、1982年より実質的な株リーグだった CBA のオール場に、パトルーンズ監督に就いた。初年度は、 勝率5割以下だったものの、翌シーズン以降は勝ち越すようになり、1985年にはリーグの最優秀監督賞を受賞し、リーグを制覇した。パトルーンズ監督を退く1987年までの5年間で117勝90敗、勝率は56.5%だった。また CBA のオフシーズンには、プエルトリコのリーグでバスケットボールチームを指揮した。 CBA のコーチとしては優秀な成績を残していたものの NBA からのコーチとしての採用はなかなか声がかからなかった。古巣のニューヨークニックスやシカゴブルズをはじめ複数のチームと面接を行ったもののいずれも不採用になっている。この頃ジャクソンはコーチ業に精神的な辛さを感じるようになっていた。CBA ではせっかくいい成績を残していても 中心選手が NBA に引き抜かれてしまったり、また NBA での悲しい体験を背負った選手が舞い戻ってきたりすることがよくあった。オフシーズンにコーチをしていたプエルトリコなどのチームではもともと英語を話せないばかりか、きちんと教育も受けていなかったり、基本的なバスケットの技術を身につけていない選手も多かった。また観客も飲酒をしながら観戦したり、 発砲騒ぎかよく起こるなどマナーに欠けた振る舞いが多かった。NBA のコーチに採用される見込みがないことを悟らざるを得なくなり、ジャクソンは転職を決意する。職業適性検査を受けてみると適職は山小屋の番人など対して収入が見込めない職業が多かったが、弁護士には比較的向いているという結果だったため、コーチを辞職し、 大学に戻って弁護士の資格を取ろうと準備をしていた時にシカゴブルズのジェネラルマネージャーだったジェリー・クラウスからコーチとして採用を求める電話がかかってきた。当時、シカゴブルズはアシスタントコーチの一人が開幕の直前にいたチームに引き抜かれるという事態が起きてコーチの欠員を補充する必要に迫られていたところだった。1987年、ジャクソンは NBA のシカゴブルズにアシスタントコーチとして採用された。当時のブルズは4年目のマイケル・ジョーダンと新人のスコッティ・ピッペンなどを要した新進気鋭のチームでダグ・コリンズ監督が指揮していた。コリンズのブルズはこの年からプレーオフで2年連続デトロイト・ピストンズに敗れた。ジョーダンが入団して以来のブルズは年々成績を向上させチームとして完成度は上がってはいた。 若い監督だったコリンズは選手たちを厳しく指導し、また次々と新しい戦術を考案するなど、頭脳のさえを見せたが、一方で非常に感情的で選手たちをたびたび戸惑わせた。1987から1988、シーズンにはとうとう年々向上していた成績が、前年よりも下がってしまったこともあってコリンズは解雇され、ジャクソンが監督に昇格した。 ジャクソンはアシスタントコーチのテックス・ウィンターが体系化したトライアングル・オフェンスと呼ばれるオフェンスのシステムをチームに導入した。ジョーダン・カズと似た夜攻撃ではもうこれ以上の成績は望めないことは以前から指摘され続けていたことだった。周りの他の選手たちを活かし成長させることが必要だったが、そのためにはジョーダンが得点を減らして、 ボールをより分散させることをもジョーダンに受け入れさせる必要があった。ジャクソンはジョーダンに自分がかつて所属していたニューヨークニックスの例を挙げ、会議的ながらもジョーダンの了解を得ることに成功する。ジョーダン以外の選手たちが少しずつ向上を見せ、ジャクソン初年度のプルズは前シーズンの47勝から55勝27敗に勝ち星を増やし、地区の順位を5位から2位に浮上させた。 プレーオフでは前年に続いて東地区決勝まで進出するが、ここでチームメイトたちの多くがピストンズのラフプレーにひるんでしまい、最終戦でブルズはピストンズに敗退した。翌1990から91シーズンは61勝21敗とリーグ首位の成績でシーズンを終え、プレーオフ東地区決勝で、ついに宿敵ピストンズの壁を4連勝で、 打ち破りブルズは初めてファイナル進出を果たす。NBA ファイナルでは、かつての王者ロサンゼルスレイカーズと対戦。第一戦では、初出場の緊張とマジック・ジョンソンに活躍を許し、ブルズは敗退してしまう。しかし、第二戦からジャクソンが、それまでのジョーダンに代わって若いスコッティ・ピッペンをマジック・ジョンソンのマークにつける作戦を指示。これが、見事に当たってピッペンはマジックを抑え込み、 以後ブルズは4連勝。ジョーダンとブルズ、そしてジャクソンは悲願の NBA 優勝をついに手に入れた。続くシーズンは67勝15敗で再びリーグ首位、プレーオフでは途中ニューヨークニックスとの2回戦で最終戦までもつれる危機があったが、他は順調に相手チームを撃破。NBA ファイナルではポートランドトレールブレイザーズを下してブルズは2連覇を達成した。 翌1992から93シーズン、ジョーダンとピッペンがオフに、バルセロナゴリンに出場した疲れもあり、ブルズは57勝25敗の東地区2位と、やや成績を落としたが、プレーオフでは強さを発揮して、NBA ファイナルに進出。フェニックスサンズを破って3連覇を成し遂げた。野球選手になることを目指して引退したジョーダンを書いた、ブルズは、 次の1993から94シーズンは55勝27敗と高い勝率を残したもののプレーオフではニューヨークニックスに赤敗した。1994から95シーズンは47勝35敗と勝ち星を落とした。シーズン終盤より復帰したジョーダンを加え、サイドの優勝の期待が高まる中で臨んだ。 プレーオフでは1回戦は突破したものの2回戦でオーランドマジックに敗れた。このシーズン、ブルズは以前からゴール下で黙々とリバウンドを奪っていたホーレスグラントが待遇の悪さに腹を立てフリーエージェントでオーランドマジックに移籍していた。そのマジックに敗れリバウンドを取れる選手の補強が必要なことは明らかだった。翌1九9五から9六シーズンには コンディションを整えたジョーダンに加えてブルズは、かつての宿敵デトロイトピストンズのメンバーで、ジョーダンやピッペンと険悪な関係だったデニス・ロットマンを獲得した。奇抜かつ奔放な言動で知られたロットマンとジャクソンの関係が注目を集めたが、ロットマンはジャクソンを受け入れ、やがて最も尊敬する人物の一人というほどの信頼を築いた。ロットマンのリバウンドでの貢献もあり、 ブルズは当時リーグ史上最高の72勝を10敗でシーズンを終え、決勝ではシアトルスーパーソニックスを破り4度目の優勝を飾った。ジャクソンはこのシーズン、初めての NBA での最優秀監督賞を受賞している。続く2シーズンもブルズは決勝に進み、ユタジャズと対戦。2年ともこれを下したブルズは再び3連覇を果たした。 翌1997から98シーズンには、ブルズのゼネラルマネージャージェリー・クラウスとジャクソンの確執が伝えられるようになり、ジャクソンは引退をほのめかしていた。二度の三連覇を成し遂げた後、ジャクソンは監督を辞した。ブルズを退いて1年間の休養を経た後、ジャクソンは1999年に、ロサンゼルス・レイカーズに監督として招聘された。レイカーズは、 シャキール・オニールやコービー・ブライアントなど才能ある選手を要した回、勝率を記録していたが、優勝には届いていなかった。ジャクソンはアシスタントコーチとして、テックス・ウィンターを招き、ブルーズ時代同様トライアングルオフェンスを採用した。レイカーズは67勝15敗でシーズンを終え、インディアナ・ペイサーズを決勝で下し優勝した。翌2000からイ1シーズン。 続く2001から02シーズンにもレイカーズは決勝に進み、それぞれフィラデルフィアセブンティシクサーズとニュージャージーネッツを破り3連覇を果たした。ジャクソンにとって3度目の3連覇であり、9度目の優勝となった。次の2002から03シーズンには1960年代以来の4連覇が期待されたが、レイカーズはプレーオフ2回戦でサイアントニオスパーズに敗退。 翌2003から04シーズンのレイカーズは決勝まで進みデトロイトピストンズと対戦した。カール・マローンやゲイリー・ペイトンを獲得していたレイカーズが有利という大方の見方を覆し、ピストンズがレイカーズを圧倒してシリーズは終わった。ジャクソンのチームが決勝に進んで優勝を逃すのは初めてのことだった。シーズン後、ジャクソンは体調の不良と投資の衰えを理由に、 レイカーズの監督を退いた。間もなく出版したザラストシーズンという著書で、ジャクソンはコービー・ブライアントを強い言葉で非難し、チーム内で確執があったことを明らかにした。1シーズンを休養して過ごしたジャクソンだったが、体調は回復し、バスケットの試合に対する情熱を改めて感じるようになったジャクソンは1年後の2005年には、再びレイカーズの監督職に復帰する。 その際にブライアントとは和解したと述べた。しかし、この間に、シャキール・オニールは、コービー・ブライアントとの対立が表面化し、トレードでレイカーズを去っていた。以前とは、全く違ったチームになってしまった2005から06、シーズンのレイカーズは45勝37敗で、プレーオフでは1回戦で、フェニックス・サンズに敗退した。翌2006から07シーズンは、 前年を下回る42勝40敗という成績でまたもプレーオフはサンズに1回戦で敗退。西地区の主要なチームが競合化してきた煽りを喰らった形だった。チームの補強が全く進まず自分に頼ることしかできない無策なチーム状態にコービーは怒りを爆発させトレード志願を直訴するまでに事態は悪化する。しかし二千七から零八シーズンの途中、レイカーズは トレードによってパウがそれを獲得。ついにインサイドに強力な選手を加えたレイカーズは、その後勝率を格段に向上させ、57勝25敗の西カンファレンス1位でプレーオフに進む。そのまま勢いに乗り NBA ファイナルに進出するが、決勝ではボストンセルティックスに敗れ、復活優勝はならなかった。ジャクソンの手腕があれば今後数年は、 レイカーズは常に優勝を狙える強豪でいられると期待されているが NBA ファイナルで意外にも無策だったことから再配の限界を指摘する声も聞かれた。2008から09シーズン、レイカーズは昨年のメンバーがほぼそのまま残り、昨年途中から膝の故障で欠場していたセンターのアンドリュー・バイナムも復帰し、他に類を見ないほどの強力なメンバーを揃えたチームとなった。 そして昨年のファイナルで敗れた悔しさをバネに選手たちも奮起し8割以上の勝率でレギュラーシーズンを勝ち続けた。しかし1月にアンドリュー・バイナムが再び膝の故障で長期欠場を余儀なくされ一時は優勝も無理ではという声も上がった。しかし2大エースであるコービー・ブライアントとパウガソルを中心に選手たちは結束チームは ジャクソンを得意の控え選手を交えたローテーションによるチームプレーを展開し、レイカーズと並ぶ優勝候補だったボストンセルティックスやクリーブランドキャバリアーズもホームロードともに撃破するなど、好調を維持。3月になると欠場していたバイナムも予想より早く復帰できることになり、結局シーズンの成績はキャバリアーズに一勝及ばない65勝だったが、 昨年に続いて、西地区では1位を確保した。プレーオフに入って、レイカーズは1回戦は、ユタジャズに4勝1敗、2回戦の、ヒューストンロケッツ戦は、初戦でいきなり敗れ、結局最終戦までもつれる、不安定な戦いぶりだったがなんとか最後の試合を、ものにし西地区決勝に進出する。西地区の決勝では、デンバーナゲッツと対戦。選手たちの疲労や、 コーチの影響が心配されたが、ジャクソンは選手たちの経験の差をうまく生かした采配を展開。インサイドを中心として着実に得点する一方、ナゲッツのエースカーメル・アンソニー以外の選手に大量点を許さず、結局4勝2敗で昨年に続いて NBA ファイナルに進出した。ファイナルの対戦相手は、ケビン・ガーネットの故障欠場したボストンセルティックス。 そして全評判に反して、クリーブランドキャバリアーズを破って勝ち上がってきた、オーランドマジックだったが、マジックは若手の選手が多く、レイカーズとの経験の差は明らかだった。二度の延長戦では二度ともマジックは接戦をものにできずに敗戦。最終戦となった第五戦でもマジックの本拠地だったにもかかわらず、レイカーズが一旦大量点でリードするとマジックはついていけず、 大差のまま試合終了となった。レイカーズは昨年の屈辱を晴らす復活優勝となり、ジャクソンは元セルティックスのレッドアワーバックの持つヘッドコーチの優勝記録9回を上回る10回目の優勝を3度目のチャレンジでついに達成した。翌2009から2010シーズン、レイカーズは年俸や出場時間でチームとの折り合いがつかなかったトレバー・アリーザが、 ヒューストン・ドケッツへ移籍し、代わりにロンアーテストを獲得するなど選手は一部入れ替わったが、戦力はほぼ同水準を維持することはできた。しかし、シーズン中にコービー・ブライアントが右手の指を骨折し、そのまま出場を続けたり、アンドリュー・バイナムがまた負傷で数試合欠場するなどアクシデントは多く、レギュラーシーズン中の成績は57勝25敗と、 昨シーズンより下がってしまった。プレーオフに入ってからも1回戦で、オクラホーマシティサンダーに2敗を喫し、フェニックスサンズにも2敗を喫するなど相手に追いすがられつつも勝ち進んで3年連続で NBA ファイナルに進出する。対戦相手は、本命と言われたクリーブランドキャバリアーズと、昨年に敗れたオーランドマジックを、チームプレーで撃破したレイカーズの宿敵ボストンセルティックスだった。 このファイナルではベテランチーム同士の激突となり互いに隙を見せない一進一退の攻防が続いた。ジャクソンはホームコートではレイカーズの攻撃力を生かしインサイドでの高さとコービー・ブライアントの得点力により優位に試合を進めたが相手ホームの試合ではセルティックスの堅い守りに苦しめられた。結局シリーズは最終第7戦までもつれたが最終戦を ホームで戦える優位と細かな選手の交代を生かしたジャクソンの采配も功を奏し最終戦は4点差でレイカーズが勝利したレイカーズが過去に負け続けた宿敵を最終戦で破ったのは初めてのことでありジャクソンは自身11回目の NBA 優勝を飾ることになった2010から2011シーズンジャクソン自身は年齢や 体調の問題もあり、このシーズン限りでヘッドコーチを退任すると宣言していた。レイカーズは優勝メンバーがそのまま残り、ジャクソンは実に4度目の3連覇を達成して優秀の美を飾るのではないかと期待されていた。しかしレイカーズの選手たちやエースのコービー・ブライアントは昨年の疲労が残り部長に苦しんだ。ジャクソンも再敗のさえをあまり見せることができず、 レイカーズは連勝することもあれば、連敗を続けたりする不安定なシーズンとなってしまった。レイカーズは西地区3位でプレーオフに進出し、1回戦は勝利したものの、2回戦で、その年の優勝チーム、ダラス・マーベリックスと対戦して4連敗での敗戦となり、ジャクソンは2010から2011シーズン終了後、レイカーズの監督を退任した。 ジャクソンが監督に就いた1980年代以末のシカゴブルズや21世紀直前のロサンゼルスレイカーズは才能ある選手を要した競合でありながら優勝には及ばないチームだった。ジャクソンが監督として成し遂げたことは優勝に近いチームをまとめ上げ実際に優勝させたことだった。選手時代の経験からジャクソンはチームの輪を重視した指導を行う。 これを具現化させたものがアシスタントコーチのテックス・ウィンターが考案したトライアングルオフェンス導入だった。頻繁にボールを回して攻撃を分散させるシステムによりマイケル・ジョーダンやシャキール・オニール、コービー・ブライアントなど得点能力の高い選手の負荷を減らし相手のディフェンスを分散させる効果をもたらしている。トライアングルオフェンスによりジョーダンの平均得点は下がったものの 依然として、リーグの得点王のままだった。得点王を要したチームがリーグを制したのは1971年のミルウォーキーバックス以来のことだった。得点王のいるチームは優勝できないという格言が NBA には定着しており、ジャクソンとジョーダンはこれを打ち破った。ジャクソンの率いるチームはいずれもディフェンスも非常に重視され、失点も少なくなっている。 防御から攻撃に移れるように相手のボールを奪い、味方とはしっかりとしたパス回しができるように常に指示している。これは彼が現役時代だった頃のニューヨークニックスのプレースタイルから来ているという。また、チームは全員が参加してこそのチームであるという思想もあり、控え選手をかなり長めにプレーさせる傾向にある。控え選手が期待に応えて大活躍し、 リードされていた点差を逆転した試合もあったが、控え選手をコートに出している間に相手に点差を広げられて負けた試合もあった。運動能力が高く、ディフェンスに献身的に取り組む選手や一芸に秀出ていて、特定の仕事を確実にこなせる選手が、ジャクソンの好みの選手であると言われている。ジャクソンは、若い時代から読書家で、古今東西の思想に通じていた。 特に禅については前奏に指示して学び、自らも檻を見つけては瞑想するだけでなく、バスケットボールの指導にも取り入れている。2008から09シーズンが終わった時点での監督としての通算勝率は、レギュラーシーズン1041勝435敗で、プレーオフでは209勝91敗で、400試合以上を指揮した監督としては共に、歴代1位。 プレイオフでの勝ち数209も歴代最高である。監督としての優勝回数10回はそれまで並んでいたレッドアワーバックの9回を抜いて歴代1位となった。ありがとうございます。